従いまして、このコロナショックでいかなることがあっても倒産する会社を一社でも作らない、それほどのこの政府の対策が必要だということです。でそこで今言われてますのが、とりあえず資金繰りに窮してくるわけでありますから、お金をこの必要となっている特に中小企業などには、しっかり出していくと。でそして、この資金繰りで困らないように、でそしてそれも無担保、この無利息、そういう形でですね、お金を支給していくことが大事だということです。でしかしそうしても結局はですね、借金の額が、この中小企業増えていくだけじゃないかと。で借金を背負っていくのはどうしもならないでということを言う方がおられます。確かにそうでありましょうけれども、まずは第一にお金の方をこれを回るようにして、そして、倒産をさせないと。そしてその上で実は出したお金を返済の仕方はいろいろあるわけであります。この長期に長期に繰り返して返していくと、これはそんな無理なくお金の返済もやることができますし、そして先ほど言いましたように消費税の減税やそして経済対策をしっかりやることによって、この間違いなく景気を扶養していけば売上も利益も増えるようになるわけでありますから、その間のこの沈んでる間の経済をなんとか、ありがとうございます、なんとかこの食い止めていくために、私は今言いましたようなこの資金繰りの対策、これを早急にしていかなければならないということで、コロナショックで少なくとも5、60兆円分ぐらいの経済対策を打たないと、つまり GDP の 10% ぐらいのこの経済対策を打たないと経済は底抜けをしてしまうと。でアメリカのトランプさんもこのことに気がついていまして、アメリカでは200兆円と言ってますよ。向こうの GDP2000 億円で2000兆円でありますからね。ですからその 10% というと200兆円、本当に気が遠くなるような驚くべき金額でありますけれども、それぐらいの経済対策を打つということをトランプさんも言っています。で日本の経済規模からすると5、600兆円の GDP ですから、それの 10% ぐらい、少なくとも5、60兆円ぐらいの経済対策を打たないでどうするんだと、こういうことだと思います。こういうことをまた、今日もこの後国会に参りますけれども、しっかりと、多くの国会にまだまだこうしたことが分かっている人がおりませんので、しっかりと訴えて、世論を変えていかなければならないと考えております。今後ともこのコロナショックをしっかり、この立ち向かって、収束させるとともに、V 字回復をして、もう一度日本に力を、みんなが自信を持てるようにやっていくと、これが我々の責務だと思っておりますので、皆さん方のご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げまして、私自民党の参議院議員西田昌司からの訴えとさせていただきます。